キリンといえば飛行機雲。はい、どうも、秘密結社フェガム総帥ハッチーでございます。まあ、キーンといえば飛行機雲っていうことでね、キーンっていうね、種牡馬の子で飛行機雲って名前が付けられた馬がいたのはね、まあ今から22年前、キサラギ賞を勝ったということでね、まあ非常にね、思い出深いところなんですがね、僕が競馬始めて結構すぐぐらいの話ですね。まあそうするとね、その後で知ったのはね、このキーンじゃない飛行機雲っていうのもね、馬主さんが、小田切雄一さんって方なんですけどね、この小田切雄一さんの母方の実家が、まあ、甲府だって話をね、小田切雄一さんがしてたんです。まあ、甲府盆地のね、お医者さんの娘さんと結婚されたのが、法政大学で学長まで勤めた小田切秀夫さんということでね、その間の、息子が小田切雄一ってことでね、非常に地元親近感があったんでね、そんな話題から始めたんですが、いやまあね、そのね、小田切雄一さんがね、どこの息子さんかみたいな話、娘さんのね、ところの子なのかって話をね、うちの祖母に聞いたことがあるんですが、まあ、甲府市じゃないらしいって話でね、まあ、具体的に聞いてはいるんだけども、結構プライベートな話なんで、ここまでね、話は、本線の方に行きたいと思うんですが。というわけで、フェガム財、予想のポイントとしては、まあ、確かに3歳馬が金魚狙い目って言われる時期、しかし、連帯率とかね、その辺で見ると、このキーンランドカップ別定戦なんですが、4歳馬、5歳馬の方が成績がいいんです。あとはね、北海道の、ね、適性にも注目していこうと、まあ、この洋芝適性に注目していかざるを得ないということになります。まあ、というわけで今回の特集なんですが、想定11番人気ハッピーアワー3歳ですね。ごめんなさい。まあ、このコースでね、去年コスモス賞を勝ってる、コスモス賞だ、あれ、まあいいや、2歳オープンを勝っていると、芝1200だから違うね、コスモスじゃないや。なんだったっけ、スズラン賞だ、スズラン賞を勝っているということでね、まあこの札幌芝1200の適性はあるんだと思います。まあただ多分こいつの三好たちに入るとは CT でマイルぐらいまでは余裕で距離が持つ、もうちょっと距離持つかもしれないね、1008ぐらいまで持ちそうですっていうタイプなんですが、まあ前走ね、 NHK マイルカップ7着 0.4 秒差だから約2馬身差ですね。7着ぐらいまで結構僅差だったんです。で、構想したって考えると札幌1200の適性があって、まあ気象とかその辺の問題でね、1600より1200の方がもしかしたらいいのかもしれない。まあ、しかも、まあ、このコースもう勝ったことあるぞということはね、非常に良さそうだし、まあ、先週のね、予想でも申し上げた通り、サンサイバーってね、やっぱね、対コバみたいな戦績があるか、まあ、もしくは G1 で、いいそこそこ勝負になるかどうかみたいな馬が、まあ、対コバ初戦、このね、3歳夏の重賞っていうとね、まずは狙い目ということになってくる。そう考えると前走ちゃんと G1 で勝負になったという、勝ち負けになりそうだったということを考えたら、こいつは狙えるのかなということにしたいと思います。まあ、そして想定1番人気ダノンスマッシュ。まあ、函館スプリントステークスがね、グリーンカルに異物混入か、未許可の、薬物がね、検出されてしまったみたいな感じで、除外が大量発生して7頭立てになった、このまま除外されたということで、偉大な父ロードカナラワと同じローテーションで行くという願いは叶わなかったんですが、その分ね、ここで父はね、函館そしてセントールと2着2着で来てたのが、これ最後が埋まってやつですね、ここで1着を取ればね、父をある意味この4歳夏の時点では上回ったと言えてしまうかもしれないと。まあ、高松の宮記念の着順で今のところ下回ってるんですけどね、やや、まあ、ここで勝てば、まあ、ここから先父に肩を並べるっていうことが言えるんじゃないかなということで、まあね、その無念を、前走の無念を晴らすためにもここはね、勝ってもらいたいというふうに思っております。まあ、そして想定2番人気タワーオロンド。前走とね、今回とまあ別定戦で58キロっていう北海道重賞でというところになってるんですが、前走、まあ、確かにね、一応3着という結果になってるんですが、まあ7頭立てですからね、まあ、7頭立てだから逆に逃げ馬がね、楽をしちゃうっていう傾向でもあるんだけれども、まあ、7頭立ての3着ってことは副賞券外ですからね。まあ、そう考えた時に、まあ、58キロっていう金量が響いたのかなと。今回も58キロだぞというところはね、一つマイナス要素。まあ他にもね、強力な馬もいますし、ここは消していきたいと思います。まあ、そして想定3番人気ディナーテ。まあ、前走ね、ルメールでこのコースのオープン勝ってね、今回乗り換わり、武豊ではあるんだけれども、まあ、武豊を、これ、例えばダーレーとか、まあ、日高の馬主がね、ルメールから武豊に乗り換えたんだったら、まあ、他に戦略あったのかなとかね、武豊に乗ってもらって勝つって、やっぱ夢だよねっていうところなんだけど、ノーザンファームにとっての武豊ってことで考えると、これは評価が低いわけですね。
まあ、つまりあのノーザンファームの視点から見ればトップジョッキーと評価しているジョッキーから序列で言えば2番手集団の頃か3、4番手集団の騎手にあの依頼をし直したみたいなことになってしまうわけです、まあ、つまりねあのノーザンファームでルメールからの乗り換わりっていうのはここはそんなに勝負に来てないよっていう日本語にあの翻訳されるわけですね、まあ、そんなわけで消しでいきたいと思います。まあ、そして想定4番人気アスターペガサス、これもね3歳で実績ある馬なんですが、まあ、3歳馬より4歳5歳の方が好成績を上げてるレース、まあ、しかもねあの前走2着とはいえ7頭立て、前走もっと有力なところが今回出てきて相手が骨っぽくなるやんっていうのがね一つ、まあ、そしてね前走は6月だったんで、3歳馬と小馬の金量差が4キロあったのが今回7月以降はね3キロに減るんですね。この1キロ金量的にも1キロ条件が厳しくなるって考えた時に、まあ、そこら辺が6月ね3歳馬がポンと来た後7月8月そこまで3歳馬のね連帯率とかその辺の数字が振るわないっていうポイントなのかなと、まあ、それでいて最近はねあの3歳馬が、まあ、みんな馬券買うようになってね過剰人気してると見てますから、まあ、この人気順この上位人気の方の3歳馬というのは消したいところですね。消しでいきたいと思います。そして想定5番人気ナックビーナス、まあ、6歳牝馬にして海外ガーリー初戦っていうのはね多分消耗が激しいと思います。もうおっさんになればなるほどね遠出してきた時のダメージっていうのはね体に残るようになってきてるんでね、まあ、ナックビーナスだからおばさんですけどね、まあ6歳牝馬ならなおのこと、クラブ馬だったらもう定年過ぎてますからね、まあ、そう考えたらね定年過ぎの馬場、またこういうことを言うとねあのコメント欄でいじってもらえると思って言ってますけどね、まあ、しかもねこの馬休み明けの戦績もそこまでじゃないんでね決していいと思います。そして想定6番人気ライオンボス、前走アイビスサマーダッシュを勝って次連勝で重賞ウィナーというところでここで本格化とも言えるんですけれども、まあ、この馬の戦績を見るとね勝ち札は全部 1000m のレース、ダート 1000m とねあと直線 1000m、そう考えた時にやっぱりねこれも1ハロンの距離延長、しかもコーナーがあるんですよライオンボスは、まあ、それだけでもねマイナス要素と言えるのに 1200m ですからね1ハロン長いんですね距離適正より、まあ決していいのかなと、まあ、鞍上もねあの乗り換わり初めて短期免許で来てローカルコースに乗るの初めての日本のローカルコースに乗るの初めての機種ですから、まあ、そこへの対応がどうかというところも不安になります、まあ、ですのでね、まあ、できれば前走圧勝とかね連勝中とかっていうことでもうちょっと馬券は買われてほしいな、人気してほしいなという願望は抱きつつ馬券的には消しでいきたいと思います、まあ、想定7番人気千雲構成、これ買いに行きましょうか。まあもともとね G1 馬でね高松の宮記念勝った馬、まあ、高松の宮記念もね確か馬状態悪い状態で勝ってね、まあ、しかもね今年に入ってようやく復調してきて、まあ高松宮3着前走2着みたいな感じで来てますから、あの北海道でもね函館スプリントステークス勝ちだっけ実績ありますからね、これは適性もありということで買いでいきたいと思います。そして8番人気デアレガード、アネシュプリームギフトは6年前のここの3着馬、7年前は4着でしたね、まあ、そんな感じでね品系としても適性が洋芝適性がある、まあ、ここ最近のね好調を考えても、まあ、これは買えるだろうと、買い要素ですね、まあ、確か UHB も勝ってましたからね、前走勝ってます、北海道でね走結果を出してましたからこれは買いでいきたいと思います、まあ、そして想定9番人気大名人、まあ、姉大名プリンセスがね先週復調の重賞ぶりということでね、まあ、こういう時ね結構血が騒ぐというかね、同じ厩舎で大名の血筋はまあ復活させれるのが森田先生なのかなと、ラブカンプはダメっぽいですけどね、まあ、そんな感じでね、まあ、去年に続いて今年も姉と弟で活躍をしてくれるんじゃないかなみたいな感じで印を回してみたいと思います。そして最後にひらめき大穴ということでね、想定13番人気ライトオンシュー、前走昇級初戦の UHB 杯賞で2着ということでね、まあ、あれがハンデ戦だったんで今回2キロ増えるっていうのはちょっとマイナス要素なんですが、逆に言えばオープン入り初戦であんだけ走れればクラス慣れの見込める今回っていうのと、まあ、別定戦だからな、ハンデ戦と比べて2キロ金量とはいえそこら辺の不安要素差し引きして13番人気だったらこれは美味しいだろうと、これがねちょっとバレててね、6番人気7番人気になってきてるようだったら後藤ボックスでこんな感じで8番人気9番人気10番人気それより下、まあ、13番人気だったら願ったりかなったりですね、そんな感じで人気薄だったら買いというような感じで5頭か6頭のボックスでまあ狙ってみたいなと。そうですね、8番人気より上下で買うかどうか決めましょうかね、大体8番人気より下だったら買います、7番人気だったら買わない、そんな感じで
あの6等ボックスにするか5等ボックスにするかまだ決めてませんが、まあ大体それでいいかなと思ってます。以上ハッチでした。